それでは最後に今年のファン感をレネ・サントス選手に締めていただきたいと思います。レネ、待って待って、レネ待ってください、待ってください、ヒロチ選手の言うことを聞いてください。ちょっと最後締める前に報告があります。報告したいことがある人、皆さんに報告があります。5月の20日に入籍しました。これからは家族と、そしてこの温かいフロンターレサポーターのためにより一層頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。田中選手、ありがとうございました。